よかったね。うんうん、相変わらず見事な赤毛やね。いきなり何だってんだ。おいダー、一体何があったんだ。あ、アガットさん。なんだティータ、晩飯作ってたんじゃ。あれ、確か定期船から降りたところでお前の親父と出くわして。おいおい、何だってんだいきなり。よかった、アガットさんが無事でいてくれて。無事って、この前会ったばかりだろうが。おい、よっしゃ、一体何があったんだ。そういや、お前、いつの間に戻ってきたんだ。それに不良神父、なんでお前がいるんだよ。その、これには色々と深い事情がありましてな。言っておくけど、私たちもいるわよ。よ、久しぶりだな。ご無沙汰してました。いいなあ、アガット先輩。相変わらずティータちゃんとラブラブで。三国一の下方者とは、君のことを指すに違いあるまい。アホか。そんなんじゃねえっての。ごめんなさい。つい嬉しくて。うん。でもこれで、あとはエステルお姉ちゃんだけだよね。え？エステルって、ていうかおい、これ一体どういうことだ。またエリカラステルあたりのトラップじゃねえだろうな。エリカ博士、そこまでアガットさんのことを目の敵にしてたんか。なんだか、お母さんたちが帰ってきてから、いろいろとあったみたいだね。まあいいだろう。とても納得はできねえが、ぐだぐだ言っても始まらねえ。俺も協力してやるから、とっとと先に行くとしようぜ。え？即断即決なんは相変わらずみたいですな。何か疑問とかあるんなら、わかる範囲でお答えしますけど。さっきの話で大体の事情はわかったからいい。あとはこの目で確かめるなり、他の連中から聞くなりしておくさ。それよりも、これだけのメンツが揃ってるのに、肝心な奴がいないじゃねえか。まずはとっととそいつを見つけなくちゃならねえだろう。アガットさん。ありがとうございます。ああ、礼を言われる筋合いはね。お前同様、あいつは俺の後輩でもあるんだからな。それより、どうだヨシャ。外国に武者修行に出て、また腕を上げやがったのか？ええ、それなりには。でも、僕よりエステルの方が頼もしくなったと思いますよ。今では旅先のギルドでも随分頼りにされていますから。さすがおっさんの娘と言うべきか。でもアガット、あんたよくこの状況をすぐに受け入れられるわね。夢とか現実じゃないかって疑ったりしなかったんですか？そりゃまあ。当ててみせようか。抱きついてきたティータ君のみずみずしい匂いと柔らかな感触。それがあまりにリアルだったから疑いようがなかったんだろう。はえ？うん、なるほどな。その、すごく自然だと思いますよ。ちょっと待て、なんでいきなりそうなる。照れない照れない。まあいいんじゃない、年の差カップルっていうのも。いやいや、むしろそれがいいんだってば。この絶妙な距離感が微笑ましくて仕方ないというか、じれったくて身もだえするというか。なるほど、ロマンってやつだね。あ、あ
てめえら。やれやれ、なんとも緊張感に欠けるな。へっ、これも俺たちならではのノリってやつさ。ったく、いい加減にしろってな。そういや、もう一人仲間がいるんだろ。教会のシスターみてえだが、一体どこにいるんだよ。すんません、向こうの書家にいるんですけど、ちょっと事情がありまして。リスさんですよね。ちょっとお話ししましたけど、すっごく可愛い人ですよね。私も話したけど、独特の雰囲気で面白い子よね。なんか元気がなかったからあまり話は弾まなかったけど。ケビンさん、探索は僕たちに任せて、一度リースさんと話し合った方がいいんじゃないですか。いや、どうやら宝石の扱い方は俺が一番馴染んでるみたいや。悪魔の危険もあるし、外れるわけにはいかんやろ。ですが、ま、あいつも子供やなんやし、そのうち機嫌も治るやろ。今は時間が惜しい、さっさと出発するとしよう。ケビンさん。ならば僕が残って彼女の心の扉を開くとしよう。久々に解き放たれるこの超絶的なリュートテクでね。やめんか、アホ。まったく、あんたも相変わらずね。